が先に世界に行きました。本日のメインイベント、仙台ガールズワールドチャンピオンシップ選手権試合を行います。はじめに青コーナーより挑戦者サリー入場。さあ、セミでジュニアにこの試合を見せられた後のメインのタイトルマッチ、サリー対橋本千尋、これはハードルが上がったことは間違いないでしょう。まあ、新宿フェイスね、あの各控室にモニターがありますから、で、会場の声なんかもね、裏に聞こえてくるわけですけれども、あの盛り上がりとあの試合展開を見てたら、それはそれは、しかもあれだけレスリングを見せられたわけですよ、キャリア3年未満に。さあ、ここでこの2人がどういう試合を見せるのか。変わりまして、赤コーナーよりチャンピオン橋本千尋入場。まあ、正直あんな試合見せてくれるんだったらミリーは何回読んでもいいなという気はしますね。呼びたいですね。で、まあ、向こうではね、やっぱ面白い選手と防衛戦やってくれればいいなと思いますし、ちょっと今年はね、僕ヨーロッパにも行こうかなという気でおりますので。岩田はそうですね、キャリア的にはもう超えてしまうと思うので、減量すれば取り返しに行くことも可能ですね。55キロ未満ならキャリア3年以上でも挑戦できますので。ミリーは2回目ですね。前回が10月の仙台サンプラザで来日してますので、今日もミリーがなんかあのベルト持って向こうで写真撮ってるのをツイッターかなんかに上げてたんで、ミリーのツイッターは普通の女の子なんでめっちゃ面白いですね。チャンピオンベルトの変換並びにタイトルマッチ記念撮影を行います。ミリーとはツイッターフォローしてますしね、もちろん LINE だって交換してますよ。いや、あれもう一回、今度あれですね、次は後楽園とかでも見てみたい気がしますね。さあ、そしてそれを上回ることができるか、このメインイベント、サリー対橋本千尋。本日のメインイベント、第8代王者3度目の防衛戦、仙台ガールズワールドチャンピオンシップ選手権試合、30分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者、東京都出身、158cm、60kg、ワールド女子プロレスディアナ、サリー。まあ、このサリー選手もね、もっと評価されるべき選手ですから。橋本千尋、まあ、ここに関してはぶつかり合える選手ですからね、橋本と並ぶとこうやっぱこう細く見えるんですけど、やっぱサリー選手もがっちりしっかりしてますから、ぶつかり合い、そしてまあオブライとか裏投げかという試合ですよね、これは。さあ、そうですね、で橋本本当に見るたびにでかくなっていってます。さあ、メインイベント、ゴングが鳴らされましたが、両者どっしりと構えて動きます。先ほどの試合に引き続き、さあ、じっくりレスリングから、しかしこのレスリングとなっては橋本の右に出る者はこの業界にいるんだろうかというところ。
あーと、これはレスリングでは部が悪いと思ったが先に張ったのはサリー。さあ打ち合いに、打ち合いだったら負けんぞという意思表示でしょうか。むしろ打撃ではサリー選手の方が有利の可能性はありますからね。さあ完全に体重を浴びせていきましたが、これはワンでスリム系。体重差ありすぎというふうに見えるかもしれないんですが、サリー選手ディアナ所属ですので基本的には大きい選手と普段からやってるわけですよね。あの井上京子選手なんかはもっとこの橋本よりも大きいわけですから、そういう人とタイトルをかけてやっていることを考えると決して相手が大きいという状況ではないはずなんですね。ですので正直自分は互角って取ってもいいんじゃないかなという気持ちでした。この時はそうですね、伊藤軽さんもいますからね。伊藤軽さんのフットスタンプとかを育てて大きくなってきたわけでしょ、この子。さあ簡単にはバックを取らせない橋本。さあ取られたら投げ切る、潰す。なるべくグラウンドには付き合いたくないですね、サリー選手は。まあ応援団の声ね、まだ橋本優勢という感じではありますからね、このグラウンドでいる限りは。この時ですね、この時ですね、これちょっと見てください。5分経過。サリちゃんがね、僕にボソッとこいつ足短いよって言ったんですよ。あの釜固めっていうか、あのインディアンデスロックの足のロックが足短すぎてかけれなかったらしくて、サリちゃんがブチ切れた顔して僕にこいつ足短いよって僕に言ってきて、俺思わず吹き出しそうになったんですけど、俺にキレられても俺育てたわけじゃないから橋本千尋っていうね。そう、これね、ツイートで言おうかなと思ったんですけど、ニコプロで先に言おうと思ってね。帰ってからも何回か思い出し笑いしましたね。あーと、これは顔面を捉えたドロップキック、追っかけていった。しかし追っかけられやっと、あれ
あー、そして3セットリップ。あーと、これは読んでいたか、かわしたサリー。さあ、応援団の声。さあ、橋本後頭部に入りましたね、今。さあ、アンクロホールド。さあ、がっちりと、これは完全にホールドしてますね。と、よく逃げました。ここはロープエスケープ。さあ、これは投げられては危ない。さあ、ここは物理的な攻撃。さあ、そうですね、ちょっとアウェー感を取り戻したいところでしょうか、サリー。これは断崖式のフットスタンプ。さらにはこれサリーがカウンター席のカウンターへ登ってきました。現在橋本はエプロン下に横たわっている状態。さあ、このサリー、カウンター席からのフットスタンプ、これはたまったもんじゃない。そして新宿フェイスの会場の、設計をうまく利用した攻撃。さあ、しかし分厚さでは負けておりません、橋本志郎。このフットスタンプ連発を食らったところではありますが、打ち返す。さあ、これは、うわっと、なんと場外での水車落とし。カウンターで担いだところ、これはいけません。これ今普通に抱えていくならいいんですけど、カウンターでこのなんていうんですかね、遠心力がついた状態で落としたんで、非常に危ない水車落としでした。本当にサリーちゃんが突っ込んでいった勢いをそのまま落とし、なんていうんですかね、その水車落としの引力に合わせていったというような感じの落とし方でしたから。いや、これね、本当にもう上がってこなかったらここで試合終わらせようと思ってたんですけど、だから橋本を先に入れたんですよ。もう場外乱闘に行かせるんじゃなくて。さあ、ここは、ああ、しかしこれはチャンスと見てそのまま抑えましたが、跳ねました、跳ねましたと言ってしまいました。キックアップしました。試合時間10分経過、10分経過。さあ、しかし畳みかけるコーナーからの3セット。いやー、しかしこれちょっとサリー選手大ピンチと言いますか、僕も正直あまり無理しないでほしいという心境ではありました。うん、しかしかわす。さあ、ちょっと初動が遅れている。ここからまた動き出すんだから、このサリーという選手の恐ろしいところですよ。さあ、トップからのフットスタンプ踏み抜いた、むしろかかとが入った。さあ、連発、もう一発。さあ、横っ腹をかかとで踏んだか。
なんであれ食らった後に動けんだよと。さあこれは人工衛星式、いやしかしそのまま潰した。スラム、高校のラリアット、立ち上がって打ち勝つ。いやーしかし打ち勝ったのは橋本。起き上がりこぼし式にショートレンジで、さあラリアットを叩き込み続ける。いやーしかし意地でも肩を上げ続けます。サリー、さあ今度はトップからでしょうか。おーっと、トップからの3セット、桃が入りました。しかしまだ肩を上げるサリー。さあそして横コーブライト、両腕で円を作りました。さあこれは危険、これは危険、この体勢は非常に危険。しかしこのままクラッチ、さあカサドーラでも回れないことはないが、さあ強引に回していった。さあ潰す、さあそのままコルボト式にスクールボーイ。しかしこれはカウント2、この辺り丸め込み連発で来られると橋本的にはきついんでしょうか。さあこれはバックを取って、さあ今度はジャーマン返し、あ失礼いたします、まだ食らってはいませんが、さあスープレックスホールド、先手を打ったのはなんとサリー。ジャーマンスープレックスホールドまで完全に抑え込みました。さあこれは橋本に心境の変化は絶対にあるはず。先に出されたジャーマンスープレックス、さあちょっと橋本には焦りが出てるでしょうか。今のはちょっと精神的にもダメージがあるはずです。顔がね、あれ食らった後からちょっと表情が変わってたので。そうなんですよね、このエルボーにしてもやっぱちょっと力なくなってきてるんですよね。手打ちになってる感じがしますね。でこうなってくるとやっぱり強いのはサリー。さあそして打ち勝った、なんと形勢逆転。さああのジャーマンから張り手、スラッシュ、ああしかし強引につかむ、そして投げっぱなす。流れはサリーでしたが、一瞬にしてその流れを潰す力がこのオブライトにはあります。さあここに来てまたもや試合ペース互角という状況に戻りましたでしょうか。さあここはさあ両者戦闘意志を見せました。スピア、そのまま抑え込む、ちょっと抑えがバランスが悪かったんですが、そしてこのパワーボムをそのまま切り返す、完璧に完璧に抑え込んだ。しかしこのまま返す、これでも決まらない。さあこれは先ほど切り返されましたが、もう一度行くパワーボム強烈、溜めて落としましたが、ここは2。いや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 、この体勢
嫌がる。さあコートブラリアット、うわー裏投げ決めた、一撃必殺、これで決まるか、しかし決まらない、橋本返す。さあ数秒単位でやってまいります、このペースの交代。裏投げからの投げっぱなし、さあしかしこれはバックを取ってホールド、オブライト決まった、スリーカウント。いや四天王プロレスですね、内容が完全に。第8代チャンピオン、いや成功でございます。いやさばいてましたけども、言ってましたけども改めて見ても興奮しますね、この試合は。見事防衛に成功いたしましたチャンピオン橋本千尋に認定書の授与でございます。さあそうですね、勝者とのフィールド造成でございます。さて問題はセミとメインどっちを取るかですよ。チャンピオンベルトの授与でございます。こんな試合が行われてるわけですよ。いやサリー選手女子プロレス界で今一番熱い試合したの自分たちですよ。うん、これはその通りだと思う。自分たちの世代で女子プロレス引っ張ってあの全盛期に戻しましょうよって一緒に言いたいところですが、自分一人で駆け上がってくるんでまたぜひ戦ってください。ありがとうございました。いやーまた見て、こういうことやっちゃう子なんですよね、この子ね。今一番動揺してます。でも紛れもなく2019年の女子プロレス引っ張っていくのはこの橋本千尋ですよね、皆さん。里村さん、そしてちさ子さんにも、そして岩田にも、そしてまなみにも、デリック・カサンドラにも、絶対この座は譲りません。2019年ずっとこのベルトを自分防衛すること、ここで誓います皆さん。なのでこの先もずっと仙台ガールズ毎試合応援来てください。やはり2019年のやっぱ始まりはあれでないと終われないということで、あれって何ですかって皆さん分かってますよね。ちょっとジェスチャーだけやってください。知ってる人はジェスチャーだけ、あ、はいはいはい、だいたい8割分かってますね。ということで3-2-1でギューやりたいと思います。皆さん立ってください。北側の席の人カメラ映るんで絶対やってください。しっかりやってください。皆さん準備はいいですか。いきます、3、2、1。
さあ、2019年もこのギュンで、選挙始め、そして指名くくりを迎えました。いやー、これを見て初めて戦場を見た人は一体どう思うんだろう。ただまあ、この日の夜にね、自分もちょっとこう高揚してツイートしましたが、世間よ、これが女子プロレスだと、いうものを見せたんじゃないかなと、私心から今でも思っております。なんだったらもう一回ツイートしたいぐらいの。いやー、素晴らしい、本当に素晴らしい一戦でございました。